やっぱ私は身長も低いし、やっぱりもう年齢も結構もういってるし、世間のモデルとはって考えたら、やっぱり若くて可愛くて綺麗で、で細くて身長が高くてみたいな、どれも結構クリアできないことが多いですけど、でもなんかそこに全部当てはまらなくてもなんか魅力的だなって思う女性っていっぱいいると思うんですよ。なのでそういう魅力的な見せ方をできる場を、そういう世界を作ろうみたいな、モデルの身長が足りなくても、はい、ランウェイを歩けるっていう、そういう世界を自分で作りました。あ、一瞬作りますよね。作りました。だから自分で作っちゃったからこそ歩けるんです。あ、ジャニーモデリングお疲れ様でした。何回もモデリングしたことありますか？はい、何回もあります。何回すごいなんか歩き方すごい親切だなと思って。そう、え、経歴何ですか？何年ですか？モデルですか？はい、5年ぐらい、いや4年ぐらいかな。33の時に始めたんですよ。あ、今は39ですね。計算しました。ワカワカ子宮なんか詰まってますね。ありがとうございます。いやこれすごいな。ふわふわマイク、かわいいです。本業は何ですか？本業はアロマセラピストです。意外。マッサージとか、ヘッドスパとかやったり、あと、はい、傍らでメイクアップアーティストもやってます、はい、今回のショーも8人くらいメイクしてます。あー、そうですか。自分もあるかって。あー、じゃあモデルのメイクを、はいはい、やってます。はい、あ、そういう万能ですね。これからもっとモデリングしたいと思います。したいですね。需要があれば。いや、需要あり、アロセラピスト、モデルあんまりないので。お願いします。じゃあこんにちは。今日のモデリングお疲れ様です。お疲れ様です。え、今日何のブランドをモデリングしましたか？今日はまずヘアショーを担当させていただきました、はい、そしてあとこちら見てもらうと一番ファーストで出てきたその3つ目のブランドになります。今回初めてショーで知ったんですけれども、コレクションたくさん見てたくさん種類があって、はい、なんかこれからちょっと買ってみたいなと思います。モデリングのなんか歩きとか経験よくありますか？私は結構ミスコンテストとかに出ていて、そこからモデルを始めてます。そうか、ミスコンでその練習しなくちゃならないですね。そうですね。みんなの前でこう自信持って歩くっていうのはそこで身につけたかなと思ってます。モデリング何年経歴ありますか？大学の、そうですね、2年生からなので大体 4,5 年は経ってるかなと思います。今日のイベントを知ったのはどうやって？今日はここのカメラマンさんに招待していただきました。あ、これからのなんかファッション業界で希望ありますか？もっと私もランウェイに挑みたいなと思っております。すごくいいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。もしかして今日は何回目モデリングしましたか？今日2回歩きました。2回ですね。そう、今日なんか幅広いですね。すごく経歴長いモデルとなんか小体のモデルもありますので、そう、なんで今日のショーをモデリングしたいと思いましたか？7月にショーに出たので、このダメのコレクションに出たので、はい、冬も出たいなと思って、はい、今日のブランドは何着ましたか？アティックです。アティックのブランドで、これ前から好きなブランドでしたか？そうです。よく聞いてらしてます、はい、ありがとうございます。これからもなんかモデリングやりたいと思いますか？はい。何か事務所所属とか書いてますか？事務所には入ってないんですけど、来週行って、ファッションショーに出てくる予定で、来週は着物を着てファッションショーに行かれてきます。はい。何か歩きの練習とかしましたか？はい、一応ウォーキングコースをしているので、はい、自分でももちろんレッスンもするし、自分もラーメンの練習をしています。はい。なんか他にファッション業界とか仕事やってますか？ファッション業界はそんなやってないので、今後やれたらいいなと思ってます。今何歳聞いてるんですか？年齢30。若いと思って、それから将来有望だからね。うちの事務所入ればいいと思います。事務所なんですね。はい、これかな。こんにちは。こんにちは。もしかしてモデルですか？モデルです。モデルの経歴何年ありますか？経歴は4年ぐらいです。4年ぐらい。一番大きなブランドをなんかモデリングしたことは何ですか？このショーが、はい、一番出てるので、はい、アシックさんが多いです。今日の好きなブランドいくつかありましたか？今
はい、でも全部好きです。全然好きやん。どうやってこのイベントあの入りましたか。まちこさんにお誘いいただいて、はい、あのオーディション受けて入らせていただきました、はい、そう、まあ、4年間のモデリング受け入れきれますので、なんかモデリングすごいあの困難とか難しいことあると思いましたか。ブランドによってこう出したい印象が違うので、ポージングを考えるのが結構難しいな。得意なモデリングスタイルとかファッションブランドありますか。モード系のブランドさんのポージングとか得意。あ、ポージング、はい、ポージングが得意。どうやって練習しますか。普通は鏡を見て、あとウォーキングレッスンは結構頻繁に通ってます。あ、ウォーキングレッスン、今日あのウォーキングはどうですか。今日はうまくいったと思う。うまくいったと思います。私もそう思います。よかったです。これからなんかモデリング成し遂げたいことありますか。雑誌に出たことないので、うん、私のモデルやってみたいなと思います。ああ、ぜひいいと思います。応援します。ありがとうございます。今日はすごいアートショーでした。ありがとうございます。本当に興味深いので、もっとそのアートについてどういうなんか美術の訓練を打ったか説明してくれますか。あ、私全然美術学校とか行ってなくて、はい、大学も理工学部なんですよ。おすごい。で、フランスに大学の時に留学した時に、はい、もっと日本文化を大事にしたいっていう思いが強くなって、そこから水墨画を描き始めました。水墨っていうんですか。はい、あれは水墨画です。あー、そう、水墨。あ、それあの怖い子供もあの演奏に出たのでそうです。子供と一緒にあの YouTube とかでムニオっていう名前で活動してます。そうなんですか。あ、いつも一緒に活動してるし。してます。そうですか。そうですか。日本の歌を伝える絵を描いていて、はい、今日はあのファッションショーだったので、かっこいい女性、芯の通った女性みたいなのを僕がで描かせていただきました。はい、どうやってそんなに上手くなったんですか、水墨って。全然好きなんですよ、描くのが。なんか先生いましたか。いなかったです、全然。独学です。それありなんだ、すごい。全然です、全然です。でもみんな描けます、はい、みんな描けると思いますそうですか。素敵な思いですけど、私絶対描けないと思うチェルお茶飲みたいみたいです。お茶飲みたいんですか。お茶お茶お茶らしい。お茶の子供です。はい、ね、そう、子供もすごくあの水墨が上手いんですね。マイクが気になるね。マイクが多分遊びたいと思う。今日のオーガナイザーのまちこさん、はい、ありがとうございます。すごいイベントやりましたね。あ、もうちょっと今までやったイベントの中で、はい、まあ、まずまず一番うまくいったかなとは思いました。うまくいったんじゃないですか。おかげさまで。そう、そしていろんな、なんか因子やりましたよね。なんかあのファッションとモデリングだけじゃなくて、アートと。そうなんですよ。そう、あのもともとヘアショーとメイクのショーは、はい、あの必ず入っているイベントにしてあって、あ、はい、そう、ファッションショーのただのランウェイだけじゃなくて、ヘアメイクさんも裏方だけじゃなくて、せっかくやってくれるんだったらあのヘアショーとメイクのショーとっていう感じで、あの表にやっぱり興味出ていただいて、それでやっぱりこう目立ってもらって、みんなでショーをやるっていうランウェイとなんかコラボみたいな感じで、いろいろ盛りだくさんなんですよ、いつも。そうそう、ご縁があって、あの水墨画アートの方とかもあの紹介してもらって、パフォーマンスとして間に入れたら面白いかなと思って、そう、それで入れて、そしたらなんかみんな結構すごい反響良かったから、そう、なんか来てもらってよかったなと思って、本当に見て盛り上がりました、うん、ね、本当にすごかったなと思って、ね、うん、今度はこれ企画しただけじゃなくてモデルとして出たんですね。そうなんですよそうなんです。あの主催なんですけど、はい、あのモデルもやってしまいますっていう、あのそもそもなんですけど、はい、あのやっぱりそうでもしないと、やっぱ私は身長も低いし、やっぱりもう年齢も結構
もう行ってるし、その世間のモデルとはって考えたら、やっぱり若くて可愛くて綺麗で、で細くて身長が高くてみたいな、どれも結構クリアできないことが多いですけど、でもなんかそこに全部当てはまらなくてもなんか魅力的だなって思う女性っていっぱいいると思うんですよ。あ、やっぱりそういう想像で。そうなんですよ。そうだからそんな身長がすごい高くてすごいスリムでみたいな、本当のモデル体型でで若くてとかじゃなくても、見せ方によってやっぱりもう絶対できるっていうのは思ってたので、なのでそういう魅力的な見せ方をできる場を、そういう世界を作ろうみたいな、モデルの身長が足りなくても、はい、ランウェイを歩けるっていう、だからそういう世界を自分で作りました。あ、一瞬作りますよね。作りました。だから自分で作っちゃったからこそ歩けるんです。あ、そういうことです。なるほど、はい、そういうことです。どうやってこれみんなを、まあ、あの集客したっていうか、モデルを探した。あ、でもなんかみんな、これ今回のこのランウェイの衣装、うん、これは3あれなんですよ、参加者人たちがみんなこれ変える感じなんですよ。あ、そうなんですよ。このお洋服を変えて、でヘアメイクをしてもらえて、でランウェイができるっていう、そういうパッケージなんですよ、このファッションショーで。やっぱりお洋服が好きな人とか、やっぱりなんか服をやっぱりなんだろう、ちょっとお金出してでもランウェイ歩きたいとか、服もらえるんだったら嬉しいみたいな、それじゃないにしても理由はいろいろだと思うんですけど、やっぱりなんかそういう場があるんだったら、ちょっとなんか頑張ってでも出たいっていうような、そういうモチベーションの人たちとかに、最初は自分からお声掛けをして、自分の身の回りの友達とか、可愛いなって思ってる子とか、そういう自分のつながりとか、なんかそれをこうアナログで声かけていったんですけど、もう今もう3年目なんで、だからもう6回目ですね、今回は。あ、6回目なんですよ。だからどんどんそれで1回目、はい、2回目出てる人の周りが何それって興味を持って、どんどん広がっていった感じ。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。それを SNS とかで見て気になって、私も出たいみたいなとかなってきてるっていうのが、ここ最近やっぱりいい循環になってきてるかなって。これからももっと大きく、はい、やりましょう。これもちろんです。はい、もうそれからどんどん規模も大きくしていて、ムラウィコレクション自体をやっぱりこう大きいメジャーなファッションショーにしていきたいなっていう、そういう野望はあります。おお、すごい、はい、大きな、なんか規模でやるんです。そうなんですよ。そしたらもともとはなんか本当に個人でちっちゃくやってたファッションショーですけど、これがどんどん大きくなることによって、大きいステージ、大きいランウェイでみんなが歩けるっていうことを作っていけると思うんですよ。だからやっぱり続けることだなって思って。すごく素敵です。それを目指してちょっと頑張ろうと思います。頑張りましょう。はい。